朝ドラ朝が来たあらすじ予告。10月10日度放送分。危機物語。朝と初の嫁入りの日を3日後に控えた頃、朝の嫁ぎ先白岡家の小吉と進次郎が今井家を訪ねてきました。白岡家の長男翔太郎が亡くなったのです。長男を失った小吉は悲痛な表情を浮かべながら朝と進次郎の結婚を当面見送りたい旨告げに来たのです。そして迎えた嫁入りの日、初は一足先に京都を立っていきました。朝は涙ながらに嫁入り先の大阪に旅立つ初を見送ります。その半年後、朝もようやく祝言の日を迎え大阪の白岡家に到着。しかし進次郎は自分の祝言の日を忘れて紅葉狩りに行き不在でした。意外な事態に朝は呆然となるのでした。